全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。少しばらついたスタートになりました。まずは先行争い、最内から押して1番タスマニアンデリン、外から上がるのはアルポイリス、9番インパストミュー後位につけています。内から3番スタシェリ、その外12番ベルビルジョーカー、各馬1コーナーに入っていきます。3馬身相手8番マズルカ、3馬身相手5番ブルービーナス、そのうち2番ヒナコリターン、11番ラブジェリーは真ん中あたりにつけています。続きまして13番プリムウィング、1馬身相手10番ムギニセリ、これからバックストレッチに向かいます。1馬身相手4番ムーンペンダント、外を抑えて15番ツイストポアコ、少し差が開いて17番トトレア。 1000m の通過タイムは1分0秒7。1馬身相手16番キーンマイル、それから18番タール本城、内側6番アルルンストリート、14番フライマンダ後方、先頭から最後方まで10馬身以上。先頭代わってアルコイリス、後ろに1番タスマニアンデリル、9番インパストミュー後位をキープ、12番ベルビルジョーカー、内から3番スタシェリタ、少し差が開いて8番マズルカ、各馬大欅の向こうを通過。3馬身相手2番ヒナコリターン、5番ブルービーナス外から差を詰める、11番ラブジェリーはこの辺りが中断。長い府中の直線 500m に入ります。さあ直線勝負、後続各馬の動きはどうか。400を切って先頭アルコイリス、その後タスマニアンデリル、タスマニアンデリル勢いよく追い上げる、わずかに先頭はタスマニアンデリル、あと200、ここで先頭が入れ替わる。アルコイリス粘っている、2番手インパストミュー差を詰める、際どい勝負。アルコイリス2頭が並んで合流、アルコイリスわずかに前か、判定をお待ちください。